明けましておめでとうございます。どうもハイチです。2017年になりましたので、挨拶と今年の目標の発表をしていこうと思いますので、よかったらお付き合いください。ということで改めまして本当に明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。で、まあ去年のね、まあ総括というかのは大晦日の動画でね上げましたので、今年の目標を発表していこうと思うんですが、いつも4つ掲げたんですよ。掲げてたんですよ。でも、まあ、数にこだわる必要もないですし、目標っていうのは、なんだろうな、言葉というか、その目標に思いが乗ってなかったら、絶対叶わないと思っているので、今年やっぱり考えた末に、やっぱ2つですね。この2つに絞ってやっていきます。ちょっと見にくいと思うんで、口で説明しますね。1つ目が、チャンネル登録者30万人です。で、これは、自分サブチャンネルでゲーム実況もやってるんですけど、そっちは関係なしで、この勉強、今、ご覧になってる勉強チャンネル、まあ、授業チャンネルですね。こっちだけで30万人。これを目標にしていきます。正直、まあ、厳しい戦いです。少し数字をお伝えすると、2015年が、6万9000人ぐらい、増加がね、増えた量がそのぐらいなんですよ。で、去年2016年が年末の数字が若干入ってないんですけど、約8万人だったんです。まあだから7万8万って増えてるんですよ。で、今、まあその流れでいくと9万増えるのかなみたいな感じになっちゃうんですけど、今19万5千人の方に登録していただいてるので、あと10万飛んで5千人いけば、30万人到達できると。ただ、まあ、YouTube に詳しい方とか、いろんな方に、やっぱそろそろも勉強チャンネルは限界ですよ、と言われてまして、今でも。それやっぱよく言われる。し、まあね、勉強っていうのは、そのターゲットというか、学生って自分の場合は決まってるので、特にまあ高校生であれば卒業してしまえばね、登録してる必要がなくなるじゃないですか。だからやっぱり解除する方もね、多いでしょうから、その、ターゲットがね、絞られてる分だけ厳しいっていうのはもう重々承知してるんですよ、そんなことは。最初から。ですけど、この活動を4年半前に始めた時に、その YouTube で授業なんてできるわけねえじゃん、みたいな。流行るわけねえよ、みたいなね。もうものすごい言われたんです、いろんな方に。そう、絶対無理だからって。そう。もう今でも忘れないの、絶対っていう表現をされたのは。そう。でも、それでもね、4年半かかりましたけど、約20万っていう数字ね、方に登録していただけるまでは来れたので、あの時のことをね、あの時の状況からすれば、もう、ミラクルなわけですよ。多分きっとこの状況は、その方たちにとってはね。だから、行けるとこまでは行ってみたい。挑戦してみたいっていう気持ちがやっぱすごく強いんですね、個人的には。だから、30万目指して、まあ、10万5千人増やせるかどうかってとこなんですけど、まあ、今年の12月31日までに、この30万って数字にいけるように、とにかくね、一本一本丁寧に取っていこうという思いでございます。で、昨日の大晦日の動画で、コラボっていう話をしたじゃないですか。あと、もしね、見ていただいた方はコラボの話をちょっとしたんですけど、で、それを目標に入れようかちょっと迷ったんですよ。迷ったんですけど、多分そのコラボするっていうところに関しては、このチャンネル登録者っていうところにも繋がると思うので、こっちに、一本ね、言葉を増やしてもしょうがないんで、絞らせてもらいました。でも、裏目標で、今年1年間で、この勉強チャンネルで、コラボ動画を出す。ちょっとごめん、画面がはっきりしたね、ちょっとね。コラボ動画を出すっていうのも、目標ですね。面白い動画とかではなくって、見て、頑張ろうって。私も頑張ろうって、俺もちょっと頑張ろうって思ってもらえるようなコラボ動画をできたらなと、思っております。はい、これが一つ目の目標。で、二つ目がですね、この学校や地域での教育ボランティアです。これも新しい試みなんですけど、これは、2016年の段階からすごく思っていたことで、皆さんが通ってる中学校、高校は、高校はほとんどないかな。中学校、小学校とかでは、ね、ある方もいるかもしれないんですけど、放課後とかに学校の先生とか地域の方、まあボランティアの方ですよね、が集まって、その自習をする、まあ、みんなが自習勉強してるとこに分かんないのあったら質問に答えますよ、みたいなのをされてる学校って結構あるんですよ。で、実際そこでハイチさんの動画使っていいですかっていう連絡いただいて使っていただいてるところもあるんですけど、で、そういったところに、ポイントなのは、読んでいただくっていう。そう。自分から行くんではなくって。そう。これちょっと変なこだわりで申し訳ないんですけど、これを一つ目標に掲げます。声をかけていただけるっていうところにね。で、実は自分が住んでる地域の学校にもあるんですよね。もう調べてあって。そう、あるんですけど、でも、
1個目はまず呼んでいただけるような、そういった存在になりたいっていう思いが強いので、そう、だから実際の学校か、まあ、地域でやってるのかわからないです。で、もしくは1回ね、お話しいただいたことがあるんですけど、塾で、そう、来ていただけませんかってのもあったんです、そう。それちょっとね、スケジュールの関係でちょっと合わなかったんですけど、まあ、それでも構わないかなとは思うんですが、まあ、教育現場ですね、実際の教育現場のところで、皆さんに授業をするっていうよりも、その、まあ、教える、ほんとボランティアとかでいいんで、上でこうやってさ、ホワイトボードとかね、黒板で授業するっていうスタイルよりも、勉強してる子たちの机と同じ目線、こうやって下にちゃんとね、しゃがんで、こうだよって、お、すげえじゃんって、できてみて、オッケーオッケーみたいな。自分が塾講師、まあ、自分個別指導の先生やってたので、その時にやってたようなスタンスで、勉強を教える機会をね、実際に教えに行きたいっていうとこがあるので、ただ、またいつか詳しく話しますけど、もしね、これが学校関係の方とか、まあ、大人の方が見ていただいてるんであれば、交通費だけ出していただければ、どこでも行きます。日本国内であれば、どこでも行きますので、はい、ボランティアするにあたってお金をいただくってことはないです。交通費だけちょっといただくことはね、しますけど。なので、声をかけていただければなと思っております。で、なんでこれをね、わざわざ目標にしたかっていうと、2年前かなに講演会をしたいというのを目標に出したことがあります。そしたら、その動画、ね、講演会をしたい、それを目標にしますっていう動画を学校の先生が見てくださってて、そっから声をかけていただいて、実際に中学校に行って講演会をさせていただいたんですね。なので、やっぱり人にどんなにバカにされようとも、目標っていうのは口に出さなきゃいけない。そう、と思ってるんです。だから、今回わざわざって言っておかしいね。これを書かせてもらいました。はい。なので、今年はこの2つです。はい。に凝縮してやっていきます。はい。ほんとね、去年は目標が4分の1だったんで、すごいね、ダサい結果になっちゃったんで、今年の終わり、12月31日には、やりましたって、言えるように、頑張ります。はい。で、あと全員合格っていうのは、綺麗事って言われるかもしれないですけど、そういうふうに願って、自分に関わってくれた方、動画を見てくださった方が、もうね、全員だったら一番いいですけど、ほんと一人でも多く、合格に近づけるように、そんな存在で、いたいと。勉強面でもそうですけど、例えばツイッターでも、ダラダラジオでもそうですけど、ちょっとでもね、なんかこう、気持ちのフォローというか、ができたらいいなと思ってるので、この、全員語学っていうスタンスはやっぱり忘れずにいたいですね。という意味で毎年書いてるんですけど、これは。で、右下多分見えないと思うんですが、ここ、ちっちゃいの2個載ってて、で、これね、今年の目標ではないんですけど、自分の中で人生の目標、言うならば30代の目標に一応掲げてるんですけど、一つは情熱大陸に出たい。はい、これ多分ね、初期の方、長期から見てくださってる方はね、知ってる方も多いと思います。結構言ってたんで、ずっと。で、情熱大陸っていう番組がすごい好きで、死ぬまでに出たいですね。死ぬまで取り上げていただけるような存在になりたいっていうのはすごい思いが強いんです。で、もちろん、ばっかじゃねえのって思われるかもしれないですけど、夢を笑われるにはもう慣れてるので、はい。でも、笑われたからといって別にモチベーションが下がることもない。なぜなら自分の思いなんです、それは。関係ないんです。人に笑われようが、そんなことはね。そう。なので、ひとまず、この情熱大陸とか、あともう一個も好きなことで生きていくっていう Google CM、YouTube の CM ありますよね。今までいろんな方が出演されてましたけど、テレビ CM じゃなくても、その Google さんに声をかけていただけるような存在になりたいっていうのはすごく強くって、なのでこの二つはやっぱり忘れずにいたいっていうことでね、今年を書いておきました。はい。そうですね、頑張って叶います。ここにたどり着くにはどうすればいいか本当にわからないです、正直。ね、全然道が見えないです。見えないですけど、自分が信じた道をですね、やっぱり妥協せずに、一歩一歩歩みを進めていった先に、ここがあるんじゃないかなとは思ってるので、やっぱ、今年もね、自分には勉強動画を撮ることしかできないので、そう。だから、一歩一歩ね、妥協せずに、丁寧に撮っていくことを、今年もね、続けていきますので、どうぞ、今年もね、よろしくお願いいたします。はい。本当はね、ここにね、いろいろ書きたかったんです。もともとね、問題が載ってたんですよ。でもこれ、明日投稿する、受験対策シリーズの問題にバレちゃうんで、回答書いてあったからね、消しちゃったんですけど。まあ、ここまでね、お付き合いいただいて、本当にありがとうございました。では、本年もね、どうぞよろしくお願いいたします。今回はこれで終わります。以上です。よいしょ。